はいこんばんはブローションス、かおですはい、4月4日4月もね4日目に入りましたはい残り21日頑張っていきますはいえーまあ、今回ですねあ LINE のですね配信を皆さんにねさせていただいてますけども、えー まあスタンプね、えー、押した方のみ配信させていただいております。はい、昨日もですね、う,ん、うちの母親がうには動画届いたんだけども、もうちの父親には動画届かないとか言ってね、なんか騒いでましたけどね、あのー、スタンプ押してない人には届かないんでよろしくお願いします。ねまあ、うちの両親も楽しみに見ているということで、えー、ちょっと恥ずかしいんですけどね、えー、頑張って、えー、チャレンジしたいと思います。ちなみに、 ね、えー、覚えておくといいと思いますので、えーまあ、LINE のね、えー、公式アカウント LINE 公式アカウントというのをね、皆さんにも取り組んでもらっていると思います、ね、セミナー出た方は取り組んでいるはずですよね、えー、LINE のですね、えー、公式アカウントに関しましては3つのプランがあるんですね無料プランライトプランスタンダードプランというのがありますで無料プランというのはお金はかかりません えー、1000通まではお金かからないよというものになっています、えー。ですので、例えば、えー、LINE のです、ね、ユーザーさんが200人いたら、ね、月に5通まで送れますよ。はいえー、それから、えー、例えば LINE のユーザーさんが500人いたら、月に2通まで送れますよ。と、まあ、そういうふうになっています。これは無料プランになりますね。はい、でライトプランというのは、私が今入っているやつなんですけども、まあ、月々5000円払うとね、1万5000通まで配信できますよ。と はいで。1万5千通を超えたら追加ね、1通5円。1万5千通超えたら1通5円です。はいで。スタンダードプランっていうのは1万5千円で4万5千通、追加1通3円というプランになっております。で、今私のですね、LINE ユーザーの方々が、LINE 登録者の方が2千人います。はい。で、二千人いるんですけども、 もし30日全員に送ったら6万通になっちゃいますね、動画。6万通。で、6万通ということは、まあ、ライトプランは1万5千通ね、えー、マイナスになって、まあ、4万5千通送ることになります。4万5千通を追加5円ということ、22万5千円と。えー、まあ、最高でもね、このぐらいはかかっちゃうのかなというふうに思って始めました。 はい、で実際ね、蓋開けてみたら今、今、えー、700人ぐらいの方がね、えー、スタンプをしてくれてますので、えー、まあ、そうですね、まあ、数万円ぐらい、ね、かかるかなと思いますけども、えー、これはね、もう皆様のために、一生懸命もう頑張っていこうということで、えー、配信したいと思います。ね、これ、覚えておくといいですね。はい まあなので、ユーザーさんが少し増えてきたらね、ねライトプラン5000円にして、えー、配信していくのもねよろしいのかなと思いますよ。はい。えー、ではですね、はい、まあ、昨日からですね、あのー、感想ねぜひお待ちしてますよということで、えー、お話ししたところ、ですねたくさんのですねメッセージが届いております。ありがとうございます。はいであのー うつ、ねえー、の中励みになりましたとかね、えー、嬉しいですとか、えー、役に立ちましたとたくさんのごめんコメントを頂い,いたんですけども、えー、実はですねその中に紛れて、えー、嬉しい結果報告をね、えー、してくれた方がね何人かいましたはい、まあ、大体ですね昨年のセミナーを受けてくれて昨年紙ペンセミナーとかねセミナーを受けてくれてる方々なんですけどもちょっとね えー、明るい話題をということでご紹介したいと思います。はい、えー、お世話になっております。えー、今日の動画感動しました、えー。実は今回の状況を見て4月,、ま、4月末にまく予定のチラシを3月末に巻いてみました。お、巻いたん3月末。3月末ってことはもうまだ数日前ですね。はい。えー 今のところやや反応ありですと来たんで、えー、どのぐらい、あれですか、巻いてどのぐらい反応があったんですかというふうに返信をしましたら、えー、4月30日から巻いたのかな ?4 月3、じゃあ3月30日から巻きました。えー、今日で3日目と。はい、で、3日目でクーポン切り取りでお客様はまだ2人、二人ですか ?2 人も来てる。1人は増毛。しかも、おチラシ見たわよと電話予約の方がさらに2人と。 お素晴らしいですね。ねえー、こんな、えー、こんな悪い時期にチラシ巻いて大丈夫と周りから言われたんですけども、えー、昨日の段階で巻いてよかったねと言われましたという報告が来てます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、えー、それから、えー、私のサロンでは、えー、嬉しいことにですね、紙ペンセミナーの後、自、え、家、ー、予約と LINE 活用による 予約問い合わせで、えー、事前予約率が上がり、電話対応の件数が減りました。ありがとうございます。頑張ります。おお来てます、えー。それから、えー、LINE、ありがとうございます。初めて3月、三月にね、LINE アットで、えー、3日間限定でギリラクーポンを配信したところ、8件お予約がいただけました。おお素晴らしい、えー。効果がすぐに出て驚いています。えー、初年なので、前年比が、 まあ、あ、そっか、オープンしたてなのかな。前年比がありま、ありませんが、12月の繁忙期とほぼ変わらずになりました。おー。軌道に乗るまでコツコツ頑張ります。川野さんもどうぞご自愛ください。ありがとうございます。はい。それから、ね、もう一つ。お疲れ様です。動画ありがとうございます。2019年の夏、福島県いわき市の紙ペンセミナーでお世話になりました。 報告が遅れてしまいましたが、12月に目標設定した100万円を達成することができました。おお、一人でやってるね。一人経営の方だこれ。はい。マインドセットから始まり、手書きポップ等、効果的,効果的でした。ありがとうございました、えー。3月は昨年より下がりましたが、今回の動画と資料などでまた勉強させていただきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。皆さん、素晴らしいね。えー まあこういう時になって初めてね、こう今までやってきたことがう、やっぱり大事だったんだなというふうにね、気づく方が多いんじゃないかなと思います。ね、反則う、それからね、反則に必要なマーケティングとかね、こういうあの、どうしてもあの技術を、ね、提供している方々というのは、まあ、これ、ラーメン屋さんにしても、おそば屋さんにしても、皆さん同じなんですが、ね、どうしても技術にこう偏ってしまう。 ところがお客様をね呼ぶとか顧客にするとか再来店に高めるとかね、はい、そういったものというのはやはりですねあの技術以外のねこういったあの反則の部分というのが必ず必要になってきますので、まあ、ぜひねこの機会をね活用して反則ねこれからも取り組んでいってほしいと思いますはいこれから取り組む方もねまたね勉強していただいて これからのコロナ対策も含めてですね、えー、頑張っていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、今日の質問、はい、えー、今日の質問はですね、えー、新潟県のミントさんからいただきました。ありがとうございます、ミントさん。はい、えー、ホットペッパービューティーのプランを3月号からあ、ちょうど3月号ってことは先月かな。3月号から期間限定でランク ランクを下位ランクから一気に上位ランクに上げましたが、えー、前月比較でホットペッパービューティーにおいての新規出客数にほぼ変わりがありません費用対効果としてマイナスでプランを上げたことであらりも前の月よりマイナスですもちろん前月よりも中身もリニューアルし閲覧してもらいやすいように試みましたしかしながら結果が弱いのでプランを下げるべきだと思っていますがいかがでしょうか なるほど。えー、場所柄ホットペッパービューティーに資金をかけるよりも、チラシに費用を耐えこ、費用んチラシに費用をかける方がいいとも感じています。うん。そうだね。はい。ということですね。お答えしましょう。うーん、はい。えっ、ー、と、まず、 そのホットペッパーがいい悪いというのは置いといてまあ僕がねあんまりこのホットペッパーいいよ悪いよって言っちゃあれなんで、えー、まあいい悪いはちょっと置いといてあちょっとちょっと <laughs> いい悪いは置いといてまず、えー、と自社集客ね自分の力で自力で集客できる力をつけないとうん、まあ、人に依存しないでね 依存した集客っていうのはやっぱり危険だよっていうのはいつも多く言ってきましたよね。今も言っ今までも言ってきたと思います。はい。で、えー、やっぱりね、こういう環境になって、こういう状況になって、ホットペッパービューティーに、えー、頼り切っていたお店っていうのは、当然じ、自分で集客できないですからね。自社集客ができないので困っちゃいますよね。うん。で、あとはホットペッパービューティーも、 あのまあどんなに対策したところで結果が出ない場合がありますよね。僕も紙ペンセミナーでは、まあ、紙とペンと言いながらウェブのことも教えてるじゃないですか。そうするとホットペッパービューティーのね、えー、改善法とかも教えてますけどいろんな改善をしたところで結果が出ない場合があります。えー、それはまず地域性。 地域性です、ねえーまあ、その地域に対してどのぐらいホットペッパーを見てるユーザーがいるのか、ねえー、っていうのも関わってきますしあとは競合サロン、ね、競合でも大手サロンそういったお店がどのぐらいその地域で占めてるのかあとは周りとの価格差はい。 そういったところもねあの自分のお店のホットペッパーの内容の改善だけではなくて周りの環境によって結果が出せに出しにくいところもありますいくら上位にしたところでですよはいですのでうん、えー、やっぱりなんていうかな自分の力で集客できる力というのをまあね原始時代だってそうですよね人に任してあの なんていうのかな狩りをしたわけじゃなくて自分で食べる分を自分でね、狩りに行って取りに行くわけですよ。ね、槍を持って食料を取りに行くわけじゃないですか。そういう感覚で、やっぱり自分で食料をね、手に入れる、うん、原始的な発想、うん。人に依存してたら、ね、誰かがじゃ、うん、食料を持ってきてくれるからいいや。お金だけ払えばね、食料は食べられるんだ。 思ってても、ね、あああげない今日取れなかったからないよ、食べるもんないよ、そしたら自分で取ることを忘れてしまっていた、ねあのー、人というのは、もう飢え死にしちゃいますよね。はい、ですので、自分でそれを狩りをする、自分で集客をする力を磨くっていうことが、まあ、経営者にとってもね、絶対これから必要になってくると思いますよ。はい、それから まあ、ホトペッパービューティーに関しましては、まあ、フォーマットがね、まあ、決まっているのでう、まあ、トライアンドエラーしづらい、しにうんトアイ、トライアンドエラーできる要素が少ない。要は、改善をしていくのにもっとこうしていこう、ああしていこうというね、改善がね、少ししにくいんですよね。はい。で、やっぱり、あのー、まあ、今回のミントさんね、うん そもそも、どういう人を集客したいのっていうところですよね。うん。はい。どういう人を集客したいのっていうところをしっかりともう一回見直した方がいいし、その人に合わせた媒体、それはホットペッパービューティーだけじゃなくて、他の媒体もあると。はい。もっと言うと、チラシを、うん。 せっかくね、勉強していた,い,たいただいたんだとしたら、ここに書いてあるんで、ほら、場所柄、ホットペッパービューティーよりもチラシの方がいいかなと感じています。まさしくそこ。そこです。やめちゃおう。やめ。なし。ホットペッパーやめちゃえ。あら、言っちゃった。いいんですよ、やめたって、費用対効果の悪いものは。 もう今だからどんどんやめて自分の自力で集客できるものを磨いていってください。ね。はい。僕らあの軽く言ってるわけじゃないんであの愛を込めて言ってますからねミートさん。はい。自分で自力で集客できる力をつけましょう。はい。ということでね今日もあ,のありがとうございました。えー、質問箱おこれからもね、えー、ご質問どんどん受け付けております。 はい、ではね皆さんまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。